さあ始まりました、アンコウツルフィッシング。はい、アンコウです。ふみです。はい、はい、今回これね、テラピア、泉台テラピア、ね、はい、うん、これで、今回何やるかっていうと、餃子です。食べます。お魚余すとこなく使った餃子作りますんで。え、いきますよ。はーい、はい、うろこ取るの取らない。いりません。へえ、皮引くからか。そういうもんでじゃありません。え、もしかしてうろこもあれなの、余すとこなくっていうことだから。はい、いくよ。うろこがでかいでね、ちょっとバリバリするけど、まあ気にせずいこう。いくよ。何やったの、落とす。柔らかいんだけど。めっちゃ柔らかいね。何これ。たばっかだよね。よいしょ。今回は鱗も取らずね、このまんま行く。なぜ？鱗も使います。頭ね。頭も使うだけど、エラはいらんもんで。めっちゃ。こっち。これ綺麗に洗いましょう。はいはい。これ鍋入れとくね。へえ。こいつも。釜ですね。鍋入れてきます。うん、これを三枚おろし。ぬるんぬるん。使うの。うん、これも、ああ、一回ちょっと水で洗いの芯の部分ね。これ入れときます。これも鍋。うん。そしたらこれ、あばらね。はい。じゃあこれね、これもテラピア。赤いじゃん。めっちゃ赤い。金魚じゃん。うん、金魚だね。金魚が釣れた。はい、そしたら中骨取るわけだ。うん、うん、怪しい音がする。うん、はい、これ中骨ね、これも鍋。うろこを使うってよくわかんないんだけど、うろこもだもんね、コラーゲンになるってことなの。そう。へえ。こいつとかそのまま先に皮剥ぐか。皮、うろこ付きのまんま。これも入れるね、鍋イン。マジ。鱗っていうのは臭みもあるだよ。うん、でもコラーゲンも実は持ってる。案外鱗がコラーゲンの塊ですって言われたら信じちゃうわ。もう確かに塊には見えるよね。だから骨かコラーゲンか分からんな。分からん。いや俺もよく分からんけどね。分かんないのか。うん、これで全部よ。これで全部全てのものが揃った。とりあえず洗いましょう。これはもう鱗がバリバリするからね。バリバリついてるからね。はい、じゃあこれね。うん、塩水つけとく。ほうほうほう。あらね。あら、目いっぱいのあら。水入れます。うん、ネギ、これ酒、これ塩。ほうほう。まあ、何でも入れてやるよ。で、醤油入れるじゃん。今回は鱗も入ってるもんで特別仕様。これで生姜とニンニク、結構強めの味。うん、プラス酢。酢は何のためなの。これも匂いだ。これで煮てくね。はい、はい。アクがすごいね。アクもすごい、なみなみだね、なんか色々。まあこんな感じでね、取っていくのね。うん、じっくり煮てこう。はい。これ、じっくり煮込んでて、もう水パンパンだったのが、へこんだら、へこんだへこんだ、うん、こんなボロボロになってる。すごいね、カスカスじゃん。うん、じゃあこれを冷やしておきます。はい、冷やして固めるのね。うん、
いや、やるけやるけプルンプルンしてるわ。プルンプルンだ。いや、すごいぞ、この弾力。こういうのがプルンプルンよ、これ、ほんとに。もうミンチじゃない。いや、まだだけど。まあ、全然。塩？塩。粘るから。そう。いいじゃん。こんなもん？あんだけのお魚あったのにね。これしかない。はい、じゃあ。おはよう。おはよう。まあ、なんやかんやでね、これ。一晩寝かせた。寝かせた。寝かせた。冷やしといた。これがもう、コラーゲン取りまくったで。匂いもね、いいと思う。あの、テラピアってさ、コラーゲンのサプリメントとかでさ、結構使われるらしい。テラピアの鱗とかね、だもんで、すごいコラーゲンがある魚なのさ。 OK、やっていこう。おう、叩いてミンチにしたやつ、お魚。これでネギ、これは塩を振ってもんである。ちょっとで、生姜、ニンニク、ネギも塩もみして、魚も塩振って叩いたじゃん。で、だいぶ塩気はあるだよ。塩コショウやりたいとこだけど、塩はなし。あ、コショウだけ。コショウだけ入れます。で、そしたら片栗。はあ、はあ、このゼラチンが要はさ、当然このまま火入れたらさ、固まらんじゃん。溶けるだよ。それをね、ちょっと防ぐと。あとごま油。ごま油。そう。ああ、風味。そしたらこれを混ぜます。まあ、こんな感じね。もうこれでも結構いいぐらいで、重要なのはこれ。すごいよ。やばそれ、楽しそう。楽しいよ。ちょっと味見する？別にいいや。ほら、好きなもんじゃないですよ。食べてみ。これ味見するんです。うまっ。すごいじゃない。うまいよ。あれ、これがいい表現なのか知らんけどさ、ツナ缶の味がする。まあそうね。よし、OK。これもだいたい同量かな。同量までだったらセーフだと思う。これ餃子なんてさ、手で混ぜるもんだけどさ、今回やっとらんのがさ、このジュレがさ、まあもうそこそこの温度でさ溶けるよね。溶けるもん。ように手でやっとらんし、できるだけ早くやっちゃいます。まあとりあえず焼き餃子と水餃子両方作るつもりではおる。これがよくあるのはさ、ひだを作るときにさ、両方側曲げようとしちゃうだよ。それがいかんで、こう片方だけ曲げていく、上だけね。おお、難しい。これさ、なんでさ、ひだひだあるか知っとる？蒸気逃がすため。こっから蒸気逃がすじゃないのか。入れるためか。じゃあさ、そこが穴なわけじゃない。水餃子の場合はどうなるの？いらん。あ、それならできる。ペロってするだけでしょ。そう、乗せるじゃん。塗りつけるじゃない。塗りつけるじゃない。そしたら畳む。畳みながら片方からとにかく押さえながら、こんな感じ。できました。はい、はい、じゃあ焼いて茹でいきましょう。ね、茹でちょっと皮取り入れた。じゃあ浮いてきたんで、OK。 うわ
崩れそう、怖え。あ、本物っぽい、うん、はい、はい、よう言うよね、本物。はい、こいつ完成。はい、臭い匂いがする。おお、はい、よいしょ、はい、ほい、うわ、オッケー、完成。食べます。はいよ。作りたかったんだよね、前から。ねえ、はい、はい、いただきます。こっちから食べて。え、スイカな。スイカ結構繊細。あー、あー、繊細なの、この子繊細なの。あ、よいしょ。え、なんか流れ出してたよ、いっぱい。ちょっとね、いただきます。どこから食べる。うん、うん、残った残った。うん、あ、取れない。難しいの。特にフミ、そうだわ、なんかいっぱい持ってき。悲しい。うん、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 うん。したら焼き、いただきます。はい、うん、うん。小籠包とまではいかんけどさ、あんなじゅわーっと、うん、でもいいな、この中の、うん、しっとり感。うん、ジュレを入れたおかげでさ、柔らかいな。柔らかい。そういや、私の好きなものベスト5に餃子って入ってくるだった。あ、それはそうだっけ。うん、いや、これどう。うまっ。肉よりあれ重くない。や、うん、あっさり感はね、うん、テラピアつるっていうとこからこれは考えとったの。うん、うん、それを調べとって、テラピアのコラーゲンが一番良質っていうか、まあまあいいらしい、いいコラーゲン。そのコラーゲンを使ったコラーゲン餃子を作りたいなって思っとって、まあ、ちょうどよかったね。あ、まあなので今回こんな感じにやってみました。ぜひご家庭でもってあんまり言えん。作れんことはないよ。ちょっとめんどくさい。でも美味しい。うん、やる価値ありです。はい、じゃあ、あ、ん、刺身。あ、刺身ね、刺身だっけ。食感、コリコリ感はいい。うん、いや、味はないあんまり。うん、違うな。赤テラピアの方、食感そんなコリコリじゃない。味、こっち、まあでもこっちもないかな。食感が違う。刺身ランクは、まあでも、まあとりあえずし、うん、ということで、うん、ということで、はい、じゃあ